パリ五輪のフェンシング女子フルーレ団体で銅メダルを獲得した宮脇カリンが8月24日に母校の東洋英和女学院中高部東京都港区を訪れ在校生から祝福を受けた画像女優可愛い,いパリ五輪フェンシング銅の宮脇カリンエッフェル塔をバックに撮影された写真をチェック宮脇は同日24日に自身の XQ ツイッター お行進母校を訪れ祝福を受けたことを伝える記事を引用した上で母校にお祝いセレモニーを開いていただきました慶応卒と言われますが東洋英和卒でもありますと東洋英和女学院も母校であることを強調して綴ったそんな母校をアピールする宮脇の投稿をチェックしたフォロワーからは一気に注目のフェンサーガールにじみ出てくる上品さ 東洋秀和って、お嬢様、バリバリのお嬢様だったんですね。さすが、新一万円札の親族。彩色兼備とは彼女のことを言うんだろうな。女子校といえばの、ご機嫌ようをかましてくるセンス好き。などと、華やかな経歴に感嘆するメッセージが寄せられた。